あともう一人挙げるとすれば、まあ、やっぱ前田俊介選手です、はい、彼はドリブルを持ってるんですよ。だから自分一人でこうガーッといけるんですが、彼がその例えばガウボンを一遍ボールを預けて裏に飛び出すプレーを覚えてくれば